こんにちは、卒業ソング3月9日の方、リュウジです。卒業ソング、はるか、龍我です。お願いします。お願いします。はい、過去の公式から発売された構築済みデッキと、最新のデッキに戦わせたらどうなるのかっていう、はい、まあ、それを継承するっていうデッキになっております。はい、デッキだけれども強く戦えるっていう風な内容になっていて、発売日は5月20日でした。すいませんでした、はい、では早速やっていきたいと思います。やっていきましょう。さあ、というわけで始まりました。デュエルマスターズスタートインスーパーデッキ新鋭の邪種 VS、レジェンドスーパーデッキリハ爆炎の対戦でございます。実況解説は毎度おなじみ俺がお届けいたします。よろしくお願いいたします。なぜワイプの映像もあってピンマイクもつけているのに、実況解説がつくのかと思った方も多いと思いますが、ざっくりと言って大人の授業です。デッキ40枚と解説書のみです。なんてシンプルなんでしょう。右手の、男ですね、リュウジさんが今回紹介する CM 邪種を、で、映像左手のリュウガさんが、昨年の発売のリュウハ爆炎を使用しております。定価で購入すると8250円、はい、現在でもうほんと新品で買おうとしても1万ぐらい近くする、1万円。リュウスタート